project. スペースノイドの知識権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。頑張ってね。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は膨張し、連邦軍内部は腐敗し、チタンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それがアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の戦争の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、あと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。監視の強化と反乱分子制圧のため、ロンド全体を設立。各コロニー及び反地球連邦運動の監視を行った。その中にアムノレイの姿もあった。スイートウォーターをネオジオンの領土とし、独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉では、シャアは直接交渉は望まず、ただ実践あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、シャアって評論家のビルマッキー、タイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。サイド7を脱出したホワイトベースは、ルナ2を経てジャブローへと向かうため、地球に進路を取った。できるな、アムロ。はい、よく見てこい。
件。モビルスーツは化け物か。艦長、ラサの参謀本部から出撃命令は降りたのか。いや、まだだ。ラサのお偉いさんはシャアが生きていることさえ信じていないよ。コロニーの連中もネオジオン寄りだし、地球から宇宙を支配している連邦を嫌うスペースノイドは山ほどいるから。だからといってシャアに地球を潰させるのか。だからアナハイムでニューガンダムを用意させている。今のロンドベルの切り札といったらあれだからな。チェン、アナハイムの方はどうなっている？オクトバーさんから送られてきた資料です。このデータによると単位の設計より重量が3キロ減っているようですが、開発は予定通り進行しています。だがシャアが動き出せば明日にも必要になるぞ。リガジーはバックパックに旋回用のビームを装備している分、運動性が落ちますからね。わかった。チェン、明日アナハイムへ飛んでくれ。ニューガンダムの納期を10日繰り上げ、
次戦配備の最終調整はこちらで行う。シャアによって占拠されたスイートウォーター政府ネオジオンの政権を承認した。もともとこのスイートウォーターは宇宙の難民用に作られたコロニー。シャアの掲げる反地球的な理想に惹かれるのも無理はない。意識が永遠に生き続けたら拷問で、私は永遠にあなたたちを見ていたいだけ。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だが戦以後、敵の新兵器により連邦の艦艇は次々と沈められた。ホワイトベースはアーバオワ空へ進行中の連邦の艦隊と行動を共にしていた。敵だ、総員戦闘配備。帽子が動くか。まずあれから落とさないと。できるのか。
なたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。シャア、それがあなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜなの、なぜ遅れて私はあなたと出会ったのかしら。あなたと出会ったからってどうにもならない出会いなのに。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとって突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。こんな。ララ、奴とのざれ言はやめろ。Thank you.
イモビルスーツ。兄さん、探してください。大佐、いけません。アルテシアか。シャア、カット。大佐、僕はララを殺してしまった。